あ、トンネルの中から分かれてくんだ。へえ。あ、本当に急なんだね。無理やり作ってんだね。まあ、ちょっと一回様子見たかったな。うわーわ、急カーブ、うわー、すごいわ、すごいとこに作ってるね。あー、帰りにいいと思ったけど、そうか、帰りこっち通らねえのか。またこっちの方も来る。あの方のパーキングエリアちょっと面白そうだな。あっちの方向かってくるんだったら、どちらにしろその後和歌山方面でね、とか和田岬のあたりでね、落ち着かせるにしたって、どちらにしろそうですね、うん、長い距離なんだよ、長いところ。トンネル用信号は途中にあるんですね。え、これ、え、長いね。え、11キロもあるの。あ、今俺桁一つ見間違えてたのか。今3キロ通過、残り8キロってなってたな。え、あ、これがなんか長すぎるから危険物搭載車が通れないってことか。あー、長すぎね。長いし、ごめん、車が来てるけど抜かした理由がないからな、この道は。悪いけど、ちょっと多分どけれるスペースがあったら多分プラス30キロくらいでドーンと来そうじゃけど、ちょっとごめんなさい。どうにもしたことができるかな。そう、あ、今白川村に入ったんだ。すげえな。あ、そりゃこんなトンネルに1本掘るか2本掘るかなって、いや全然話変わってくるわな。ああ、これはさすがに、うん、1本掘るの大変だよ。いや、これは高いわ。半分。6キロ通過で残り5キロ。半分は超えたらしいけど。なげ。いやー、これはすごい。
大体だからもう一発、もう一発心臓はかも。やめてくれ、あと3キロ。こっからだけでも、めちゃくちゃ高いトンネル、3000メートルつったら相当長いトンネルですからね。3000メートルって言ったら、新名神の鈴鹿峠のトンネルプラスちょいぐらいですもんね。8キロ、3キロ。これはすごい。あ、中央道よりはの方が一応長いの。やっぱこれより長いかな。9キロ通過。すごい。それはすごいトンネルだ。さあ10キロ超えた。10キロトンネル走ってる。ああ、そりゃ耳もキーンってくるわ。で、残り1キロ。さあ出口がもうすぐだ。よし。もうすぐ出口。出口やめ、オッケー、了解。結構降ってそうか。おお、降ってるねー。あー、ザクザク降ってるねー。おー、で、500メートル。え、出口が、だからトンネル出てすぐにあるんだ、白川湖って。あ、これが世界遺産とかでも有名な白川湖のところですね。あ、すげえ危じゃん、すげえ危じゃん。でも幻想的な白川湖が見れるかもしれない。あ、どうされたらだと無理か。白川のパーキングエリアがありますけど、うわ、もう霧すげえ、雨もすげえし、霧もすげえし、めっちゃ白川も下半期オンリーって感じだって。すげえ天気だ。あ、もう全然白川湖何も見えねえや。いやー、これ日だ、白川湖ね。